EDF! EDF! どうも、ポージンです。地球防衛軍5続きをやっていきたいと思います。前回はですね、お空から大きな円盤が、大きな宇宙船が降ってきて、今ここにも一部映ってますね。で、その宇宙船から、小さな円盤が出てきました。今回は、その小さな円盤との戦いになります。それでは早速行きましょう。なんだあれは。安全な場所どころか、世界の終わりってやつだぜ。どこかの国の新兵器なのか。さあ、円盤が降ってきます。頑張って倒しましょう。見ろ、あれは何なんだ。円盤みたいに見える。あれは敵なのか。死にたくない。こっちリーダーが必要だ。で、この円盤の攻撃方法は、こちらの動きをこういう風に空中をちょこまかと動いて攪乱してきて、隙をついてビーム砲で攻撃してくるっていうものですね。で、そして、ご覧の通りですね、こいつらめちゃくちゃ動くので、なんて数なんだ。こいつらちょこまかとかなり動くのでですね、カメラワークガタガタになると思います。なので、いつも以上に、画面用意ご注意ください。行動パターンを解析しました。この兵器は自立型の戦闘ドローンと思われます。攻撃目標はおそらく人間です。無人の殺戮兵器か。はい、ということで、この小さな円盤の正体が分かりました。こんな兵器が野放しになってみろ。途方もない被害が出るぞ。全て撃ち落とされば。この小さな円盤は無人機殺人ドローンということで、中に誰も乗っていないんですが、人間を攻撃するようにプログラムされている機械ですね。どこの国がこんなものを。いい加減に認めやがる。エイリアンが攻めてきやがったんだ。冗談を言ってる場合じゃない。円盤が出現してる。もうさすがにここまで来るとね、隊員の人たちも、地球外生命体の仕業だろうというふうに感じてきました。可能な限り円盤を撃墜しろ。その余裕がない。必要だ。いてこちらハンマーズ配置につきました。さあ、エンディングです。アンチマテリアルライフルならあのドローンを撃墜できるはずだ。戦闘を開始しろ。了解。マガジンを変える。こちらウィングダイバー現地に到着。全員 D 兵装です。よし、円盤を攻撃せよ。そしてウィングダイバーの援軍も来てくれましたね。敵は相当な力を持った国家のようだ。避難しました。ドローンを一機でも残せば市民が襲われる。すべて破壊しろ。弾を超えてる。持ってみてくれ。距離を測ってる。さあ、もうちょいで終わりますね。さあ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 。現在までのところ飛行物体に関する有力な情報は得られていません。各国は関与を否定し続けています。しかし攻撃があまりにも大規模であることから、実行能力を持った勢力は限られてきます。事態解明のために必要なのは、可能性を持った勢力への追求、そして強勢力を持った調査です。クリア。全滅を確認しろ。さて、ここで一旦イベントが来ます。上の大きい宇宙船が所定の位置に行くまで待ちましょう。作戦通りやぞ。イエスさん。うん、素晴らしい。誰か来てくれ。いい肉が手に入った。明日ステーキにするんだ。長いな。想定したことがない。思ってたより長いな。そろそろかな。豪華な飯を食うぞ。仕事が片付いたらな。来ました。超巨大船に動きがあります。
何かの装置が起動したようです。退避した方がいい。情報収集を最優先してください。聞いたか、被害が出ても構わないってよ。さあこれは一体何でしょうか。見ろ、あれは大砲じゃないか。待てよ、やばいぞ。さあとんでもないです。攻撃する気だぞ。これは逃げた方が良さそうです。待て待て待て、撤退しよう。下がれ下がれ。お、隊員たち全員無事でした。この叫び声誰だ。間違いない、奴らはエイリアンだ。世界大戦どころか宇宙戦争だったのか。精神力だ。はい、ウィングダイバーの。さあとんでもないものを持ってきましたね。応答してくれ。こちら作戦司令本部。敵戦勢力とは何か、どんな勢力か具体的に知りたい。まだ来るぞ。さあ最終ウェーブです。は何をやってんだよ。頑張って倒しましょう。もうすぐ始まる。数が多すぎる。俺の肉このままだと全滅だ。ユッサン、ドローンは逃げても追ってくる。生き延びるためには戦うしかないぞ。当たれ。どこだ。これだって。おい、この悪夢はいつ覚めるんだ。俺はベッドで目を覚ます。そうだろ。未だに現実逃避してる隊員もいますね。さあ先ほどのあの砲撃によってここら一帯がさら地になってしまいました。もうかなり強い威力を持ってますね。超巨大船は空軍に任せろ。地上部隊はドローンを撃墜しろ。あんな巨大な船を倒すことはできるんでしょうか。近づいてきやがれ。さあ残りは少なくなってまいりました。勝利は近いです。あと3機。あ、ウィングダイバーが孤立してる。うん、まったあれ引っかかってるかな。たまにね、建物の間とかに引っかかっちゃうんですよね。あ、引っかかってますね。ほい。武装、民間人を連れてその場を離れろ。安全な場所に向かえ。OK です、クリアーです。疲れ様でした。兵士は気楽な仕事だぜ。昇進さえ望まなければな。そうだ。さあということで、一度はドローン対応でドローンをですね退けたんですけれども、次ご覧ください。めちゃくちゃいます次回もまたドローン戦です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。こちら戦略情報部。あの円盤は無人機、つまりドローンです。戦闘モードに移行する条件は3つです。早いな早いな、お前ら。もうちょっとゆっくり飛ぶってこと知らんのか、お前ら。